六千人以上の犠牲者を出した阪神淡路大震災から。今日で二十七年です。コロナ禍で。訓練を行うか中止にするか、自治体の判断が分かれ。災害への備えの難しさが浮き彫りになっています。新型コロナの影響で、去年から一度も対策本部の訓練を実施できていなかった静岡市。今日は。オンライン会議など、感染対策を取りながら。 各部署との連携を確かめました。十七年前の一月十七日。マグニチュード七点三の直下型地震が発生。神戸市などで震度七を記録。死者数は六千四百人を超え。その多くは住宅の倒壊で亡くなりました。 皆さんご承知のように、本日午前8時30分、大規模な地震が発生いしました。県はこの震災を教訓に、県内全域を対象に大規模な頭上訓練を開始。訓練は20回目を迎えようとしていましたが、こちら県が訓練を行うはずだった訓練会場です。ここだけで100人規模の職員が集まるということです。今年。

かつてこの訓練を指揮していた専門家も、県内全体の危機意識の低下を心配します。県民の皆さんにもぜひ、えー、自分の住んでるところ、自分の安全をもう一度確認して、ですね、必要な防災対策をぜひとっていただきたいということも併せて伝えているのがまあ、県の防災訓練だ自分自身の足元を、えー、再点検する、再チェックをして、 まあ不足しているところをもう一度ちゃんと補っていく意味ではで、この1月17日というのは、非常に私はその重要2年続けて、職員による本部運営訓練が中止になりますと、やはりはその職員のスキルやノウハウが低下してしまいます、これは自然災害はいつ起こるか分かりませんので、その時の災害対応という意味では、非常にこれは危惧される。県は今後 部署ごとで個別訓練や研修を行い補いたいとしていますコロナ禍での訓練の在り方が模索されています